ビッグテックに対する新たな懸念の声が上がっています。ツイッター社がある出版社のアカウントを停止しました。後にそのアカウント所有者は NTD にツイッター社に対する懸念について語りました。ツイッターの個人アカウントを通して中国共産党に批判的な書籍を宣伝したため、ツイッター社にアカウントを停止されたことを受けて、 カナダの出版社はビッグテックの検閲について懸念を示しています。このことは全ての出版社に突きつけられた重要な問題だと思います。また、多種多様な意見を届けようとする人にとっても重要なことです。マクセンデール氏はカナダで出版社を経営しています。今月上旬、ツイッター社は同志のビジネスに関連する6つのアカウントを停止しました。 バクセンデール氏はこれらのアカウントを通して、恋の盲目と題された書籍を筆頭に、欧米における中国共産党の影響工作を暴露する書籍を宣伝しています。カナダにおける多国籍組織の犯罪やマネーロンダリング、中国共産党幹部との関係性、さらには中共の腐敗やカナダの政治における中共の影響力について理解することが重要なのです。またバクセンデール氏は、 北米における中共の潜入工作の実態を掘り下げた、隠されたでも宣伝しています。中共は欧米のエリートを支援することにより、彼らのイニシアチブ獲得や野心の推進を後押ししてきました。マクセンデール氏の懸念は、ツイッター社の影響力をめぐる論争の中で生まれました。今年4月、インド政府がツイッター社に、 同政府のパンデミック対応を批判する投稿の削除を要請し、7月にはニュージーランドの教授が中共決闘100周年の際、習近平総書記を嘲笑したことで一時的にアカウントが停止されました。ツイッター社によると、バクセンデール氏のアカウントを停止にした理由は、彼が複数のアカウントを利用して偽のエンゲージメント、いいねやコメントを得ており、 ツイッター社の規則に違反していたからだとしています。バクセンデール氏が訴えを起こした後、ツイッター社は停止されていたアカウントを全て復元させました。自由で公正な言論のためのガイドラインがどういうものかわかりませんが、そのガイドラインに合わないコンテンツを宣伝していた場合は、永久的にアカウントが停止されることを示唆しています。 バクセンデール氏はツイッター社のガイドラインは曖昧だと指摘しています。私はその点を明確に提示してほしいとお願いしましたが、彼らは提示してくれませんでした。バクセンデール氏はツイッター社の対応を懸念しています。出版社は人々に情報を提供し、国民自身が判断できるようにする役割を担っているため、 国際社会における言論の自由や公正さにとって重要な問題であると述べています。NTD はツイッター社にコメントを求めましたが、未だ返答は得られていません。NTD ジャパンがお伝えしました。